本当にこのツアーは25年間いろいろ人前でパフォーマンスをしてきましたけれども、一個一個やっぱり素晴らしいライブだをその時その時に心に残ることをやってこれるように頑張ってきましたし、素晴らしいライブを自分でもできたかなって思いながら25年やってきましたけれども、このツアーほど本当に素晴らしい、ツアーはありませんでした。それは常にだから今が、まあね、昔今までいろいろ計算してきたその過去があるからこそ今があるということがまず前提ではありますけれども、常に今が一番良くなければ、生きてても面白くないだろうと思うわけで、もうここまでやっちゃったらどうすんのって、言われるかもしれませんけどもね、何かやります多分どうすんだよな、なんかもうなんか渋谷の丸井の前で弾き語りだな。そこからだ。ということで、でも一個一個が思い出します。今回の一個一個のライブ、一個一個のお客さん、一個一個の演奏、毎日の打ち上げ全部どこで何やったか、覚えてるとこまで覚えてます記憶がなくなった時もありますが本当にそれだけで、楽しい旅でした。で本当にだから先ほども言ったみたいに、もっとたくさんの人に見てもらいたかったなっていう思いがあるので、どういうことができるか分かりませんけども、なんとか頑張って、このなんかプレイヤーズプレイヤーアゲインとかやりたいです。いろいろ皆さん僕だけじゃなくていろんな人が大変な思いを多分、していて、まあ、それでも今できる最高のことを皆さん、どんな暮らしをしていても、まあ、ミュージシャンの方もそうですし皆さんもそうですし、その今できる限りの最高のことを皆さんやってらっしゃると思います。そういう意味で、僕に対してもそしてまた皆様に対しても応援歌のような曲になりますけど、最後にこの曲を皆さんに、お届けしたいと思います。月のように星のように、どうもありがとうございました。月のように星のように、この暗い道を照らしてゆける、そんな風に君は今歩き始める。信じていい「失いそうな時も」「君はとても強くありのままを見ていた」「こんな不安だらけの日々でも」「胸を張って生きてゆこうね」「いつも」私らしく、この魂の目的を探してる。いつの日にか僕らはもっとここで出会うだろう。
森田修樹、江口信夫、田中道明、大泉洋、松原秀樹、近剛、千秋、浪子、神成さん、荒井幸人、素晴らしいプレーもちろん感謝します。